タンバンズナは軟体動物の綱の一つ。絶滅群であると考えられていたが、1952年深海海底から発見された。現在まで十数種の原生種が発見されている。モノプラコフェラは一つの殻を持つものを意味する。原生種は深海底に住む。タンバン類の生態はあまりわかっていない。殻は一枚であり、丸く左右対称である。 ヒザラがやカサがの殻に似る。殻は薄く脆い。殻の頂点は前方に向く。各器機関には大切さまの繰り返しが認められる。この大切性は関係動物の大切性に類似しており、両動物群の関係を暗示している。筋肉質の円盤状の足で移動する。左右に5から6体存在するエラによって呼吸を行う。頭部に目や触覚を書く。 ドロヤでトリタスを食べているものと考えられている。ネオプイリーナガラ手が1952年に原生種として初めて発見された。それ以前に個生代の化石が報告されている。体長は0.5から3.0センチメートル程度。アイタスによる。ありがとうございます。